カウディウムの戦いは、第二次、サムニウム戦争の間に、紀元前321年に、共和制ローマとサムニウム人の間に起こった戦い。実際に戦闘があったわけではなく、抗軍中のローマ軍が、アペニン山脈中のアイロで、サムニウム軍に包囲され、水を絶たれて降伏した。後世、カウディウムの屈辱の名で知られ、ローマ軍が大敗したポエニ戦争の関連の戦いと、 並び、屈辱的な出来事として長く、ローマ人に記憶された。カウディウムの戦い当時の南イタリアの勢力図。赤がローマ、緑がサムニウム紀元前4世紀頃、イタリア半島南部は3つの勢力に分かれていた。アペニン山脈の山岳地域に住むサムニウム人の勢力、沿岸部のギリシャ人植民地、平野部のカンパニア人勢力である。 サムニウムの勢力圏が拡大してカンパニア人の領域と衝突しカンパニア人の要請に応じてローマが介入してサムニウム戦争が勃発した第一次サムニウム戦争は一進一退のまま終結しローマはカプアを中心とするカンパニア地方を手に入れ住民にラテン市民権を与えた第一次サムニウム戦争後もカンパニア地方の緊張状態は 続き、紀元前327年に再び、サムニウム人とローマ人の間で紛争が起きて、第2次、サムニウム戦争が勃発した。紀元前321年、ローマ出生官のキス・ウェトリウスカルーイヌストスプリウス、ポストミウスアルビヌスは、軍を率いて、カラティアに駐屯していた。サムニウム軍の司令官、ガイウス・ポンティウスは、カラティアの山向こうのカウディウムに宿営していたが、 ローマ軍がカラティアにいることを知ると、兵10人を羊飼いに変装させて放ち、サムニウム軍がアプリアにあるローマの同盟士ルケリア、攻撃に向かっているという偽の情報を流させた。巨砲を信じたカルイヌスとアルビヌスは、ルケリア救援を決め、現地に急行するために、海沿いの道ではなく、アペニン山脈中のカウディウムの峡谷を通る道を選んだ。カウディウムは、 山に囲まれた狭い平地で二つのアイロしか出口がなかった。サムニウム軍は木や岩で平地の出口にバリケードを築いて塞ぎ、ローマ軍を待ち受けた。カウディウムに入り込んだローマ軍は偵察兵を先行させておらず、バリケードを見て急いで引き返したが、その時はもう一方のアイロもサムニウム軍によって塞がれていた。ローマ軍は大路を塞がれ、 周囲は敵軍に囲まれてしまったので、サムニウム兵のあざけりの中で堅固なローマ式の宿営地を築くしかなかった。リウィウスによると、ポンティウスは包囲したローマ兵が予想以上に多かったため処置に困り、引退していた父、ヘレンニウスに使いを送り助言を求めた。ヘレンニウスは、ローマ兵を直ちに解放するよう忠告したが、ポンティウスはこれを拒否した。すると、今度は、 ヘレンニュースは、ローマ兵を皆殺しにするように勧めた。あまりに矛盾する内容に、父がボケてしまったと思った、ポンティウスだが、とりあえず父をカウディウムまで呼び出すと、ヘレンニュースは、無条件で解放すれば、平和とローマとの友好関係をもたらすだろう。でなければ、皆殺しにするがよい。そうすれば、二つの軍団を失ったローマは、数年間立ち直れなくなるだろうと述べた。 ポンティウスは条件付き幸福勧告という中間の選択肢はないのかと聞いたが、ヘレンニウスはそれは苦行だ。ローマに地辱を与えれば必ず復讐してくると諌めた。しかし結局ポンティウスは父の忠告が気に入らず、ローマに対してサムニウム領からの撤兵とローマ植民地の撤収を条件に幸福を求めることにした。 ローマ軍は、宿営地を築いた者の,の水の手を立た,たれるという、絶望的な状況で、失勢官たちに幸福を受け入れる、以外の道はなかった。ローマ軍は武装解除され、とにかく身の反乱状態にされた上で、サムニウム兵の馬勢の中を、屈辱の象徴である首木の下を一人一人かがんで、くぐらされた。ギリシャの歴史家アッピアノスによると、ポンティウスは地面に、 ローマ兵の槍を2本突き刺し、その上にもう1本槍を横に渡して、即席の首輝としたとされる。二人の失勢官を先頭に、ローマ兵は武装した、サムニウム兵の槍の穂先の間を歩かされ、中には傷つけられ、命を落とした者もいた。さらに、600人の騎兵が人質として、サムニウムに抑留された。首輝の下をくぐるローマ兵たちローマは、 サムニウム側が提示した停戦を拒否し、カウディウムの屈辱に報復するためにサムニウムに侵攻し何度かサムニウム軍を破った。しかし、紀元前315年にラウトラへの戦いで、ローマ軍は再びサムニウム軍に敗れ、カンパニアにおけるローマへの支持が揺らぐことになる。ポンティウスはカウディウムの戦いの数年後にローマに敗れて捕らわれ、処刑されたと伝えられている。 ありがとうございます。